今後も渡るは、発展していくような気がいたします。はい。そんな気がいたしませんか？いたします。いたしますよね。いたします。これからもマシン英雄伝渡るは白紙って面白かっこいいぜ。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね。今回やっぱりコロナでその。一緒に昔みたいに一緒には撮れなかったんですね。昔は本当にいたずら書きをしたりするのがものすごく私の中でもマイブームの、ことでございまして、クラマが出てきてその渡るが怪我をしていて目を覚ますっていう時に渡る気がついたようだなっていうセリフを私が渡る毛が生えたようだなって変えといたら山寺君がそれはかっこよくいい声で読んでくれて、なんかそんないたずらとかもすごくあったんですけれどもね。でも今回はそういうことはもういたずら書きするとしたら自分の台本にするしかないんですよ。バラバラ撮りだったんで。なんでちょっとそういうエピソードはないんですけど、すれ違った時は大騒ぎでした。まあ、コロナで何人も入れないんですね、スタジオに。なので多くて3人、まあ、で1人で撮って、すれ違う時にもうなんかみんな喋ってないからすごい嬉しくてうわーってしゃべり出すっていう、なんかそんな状態でした。